小諸市で石碑の修復作業中に手榴弾のようなものが見つかり、周辺が一時立ち入り規制されました。しかし警察の調べでレプリカと分かりました。手榴弾のようなものが見つかったのは小諸市塩野の工事現場です。警察によりますと、午前10時過ぎに石碑の修復工事をしていたところ、手榴弾のようなものが出てきたと通報がありました。爆発の危険性もあるため、警察は一時半径25メートル以内を立ち入り規制しました。そんなこと誰も知らないと思うからね、びっくりしちゃったわね。自衛隊が処理作業に当たる予定でしたが、警察が調べたところレプリカであることが分かりました。怪我人など被害はなく、およそ2時間半後に立ち入り規制は解除されました。